クリアップに着きましたよ。海がおかしい。今日は、マレーシアのクアラルンプールからエアアジアに行って行きましたね。そろそろとでですね、とりあえず入国するためにビザが毎回来るんだけど、ビザを持ってからっていうのかな。で、ビザを取るための紙は現地にしか、現地というか今から行く事務所にしかなくて、飛行機ではこの入国するためのこれ、この紙と、あと出るときにあるあの免税のね紙は取れるんだけど、このビザを取るための紙はあっちにしか置いてなかった。でそこに写真を貼って、で30ドルかな、30ドルからあったらビザが取れます。僕はもう3年間有効のビザがあって、これ3年間で何回行き来してもいいですよ。ビザが100ドルやったから100ドル払って取れました。はい、今回モーション乗りは何回目だから、もう多分20回は超えてるよ。そうそう、まあですね、これがグリーンブレッドビザ取るの ATM もあって、ここで ATM 合わせます。じゃあ後でこうやってこの後ろでビザを取ります。でビザ取ってからこの後ろで入管するって感じかな。はい、イミグレーション入管、入国しました。基本的にシェムリの税関では何にも聞かれません。とりあえずパスポートとビザ、あの必要書類出して、で4本指のフィンガープリントを機械に取りまして、で、ビザ取るために写真貼り付けて提出してるものだったのかな。それもう一回写真を撮ってよくわからん。でもしビザ取るときに写真貼らないといけないんだけど、それが、写真忘れたっていう人は2ドル払えば勘弁してくれるので、32ドル渡して、ビザ取る用紙渡したら、この一番奥でビザくれます。で、エミグレ出たらとりあえずここが荷物預けば、荷物のピックアップ場に、ね、でここで荷物を取って、まあ便数が全然そんな多くないから、このバゲットクレーンも1、2、3、4つしかないので、それでどっかで荷物を拾ったら、書いてるわ、書いてるね、どこっていうのか、はい、で、そのまま荷物を拾ったら出ます。で、最後に免税店みたいなのを買ってた、まあ、何も買ったことない、こういうちょろっとした免税店があります。出国の時に空港出たら、こう出たら、あの迎えの人らがワンサが待っていますので、こういう感じでお迎えがたくさん来て、名前のボードがいっぱい持った人らが待ってます。見てるかな、私の名前の人らは。うまい、おらんじゃん。ここでおらんかったこの奥に出たりとか、基本的にね、ここはカンボジアの人たち仕事熱心じゃないから、どっかに隠れてたりするのもあるんですよ。これ
ちゃいいよ。まあ、いなければ待つか、ちょっと離れたところにこうやって持って待ってるから、自分から見に行かないと全然あかんない。やる気ある。出て右側に来ると、こっちにあのシムがね、シムが売ってます。ここでシム買います。これもしくはこっちかこっちか、寝てるのかな、ここも死に行ってます。まあどっちで買ってもいいし、こっちも多分この2軒も死ぬやろ。まあけどそうかな、おすすめなのはなんとなくやろ、スマートがいい。僕は基本的に今はセルカード使ってますけど、ここにはないやつ。最初の方はよくこうスマートに買ってた、まあ、街中で買ったは安いけど、でもまあなんせカンボジアってシムが安いから、ここで買っても5ドルぐらいかな、4、5ドルぐらいで十分で、あともチャージもできるから一緒かな。ここから街の中までチクチクで20分、30分かかって、その間使いたいよね、もちろん。で、まあこうやって今、迎えと会えへんから、連絡すぐに言うにはね。で、ちょっとここ中入ったらフリー Wi-Fi あるんだけど、それもめっちゃ遅いというか、全然信用ならんというか、繋がらんとで、SIM 買うてやるのがいいのかな。連絡、例えば僕は迎えのドライバーにから連絡するので、動画切ります。ではまた後で。